増田俊雄の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。中国の国会に相当する全人代、全国人民代表大会は28日、反体制活動を取り締まるために香港に国家安全法制度を導入する方針を採択し閉幕しました。治安維持などを担当する中国当局が香港に出先機関を置くことが可能になり、統制の強化によって香港の言論の自由などが制限される恐れがあるということなんですが、今後どのようになっていくのでしょうか。先生、解説をお願いします。そうですね、香港はイギリスの支配下だったわけですが、これが解放されまして中国の一部ということになったわけですが、当時このイギリスが作った香港基本法というのがありまして、これはどちらかというと民衆的な制度で、香港が民主化する、それをですね保障するような、そういう基本法があったわけですね。で、それによってですね、中国の領土、中国の一部であるが、香港の制度はですね民主的な制度、これをですね維持していくんだということから、一国二制度というふうに言われるわけですね。で、今回20日から28日の間、全人代が開かれたわけですが、そこでいろんなことが決められたわけですが、経済の面では中国のこの経済成長を、今までは必ずこの目標値があってですね、6.5% を維持するとか、そういう一つの、GDP の目標値というのを考えていたわけですが、今回はですね、そういう数字を出せなかったということで、中国経済の先行きに不安があるからだというふうに、解釈されたわけですね。いろいろ決議されたんですが、今言われているようにこの香港のですね、に関する、香港国家安全法に関する法律制度という名前のですね、今回そういう法律を制定したわけですね。香港特別行政府というふうに、中国ではなっているわけですが、いずれにしてもこの香港のですね、安全保護に関する法律ということで、香港国家安全法とか、いろいろ言われますが、いずれにしても香港に対するですね、法律は決められたということですね。その内容は、本当は香港政府にこういったですね、香港保護法というようなものは、香港政府に制定してもらいたかったのが中国なんですけども、ご存じの通り、ちょっと犯罪者の本国への移管を強制する、そういう法律ができてもですね、大変なデモが続いてですね、混乱が続くということで、香港政府としてはですね、なかなか香港の自由を束縛するような法律というのは作れないということで、結局中国政府の方で、中央政府の方で香港に、香港のための法律を作って、そしてそれに従わせるとこういうことしか方法がなかったということで、今回の香港安全法というのができたわけです。で、主張していることは、国家反逆とか国家の分裂だとか騒乱とかですね、その中央政府に対する、どういったでしょうかね、転覆を企てるような行動とか、
まあ、そういうことをですね、全面的に禁止すると。それから、まあ、これは中国政府が常日頃要求したことですが、香港で起こるいろんなデモとか暴動というのは、それはもう外国の、その外国によって、支持されていると。外国が、まあ、いわば内政干渉的にですね、香港のそういう民主勢力というのをですね、いろんな形で支援しているんだと。だから、こういう外国のですね、そういう香港における、まあ、政治的な活動、これをもう全面的に禁止するとこういうことですね。まあ、これが、まあ、中国としてはどうしてもやりたかったところですね。まあ、その法律ができたということで、これからはですね、香港はこの一国二制度というよりもですね、一国一制度にこのだんだん近づきつつあるということで、イギリスが香港を解放するときに、まあ、与えた民主制度というものがだんだんと破壊されてですね、本当に中国のこの一国一制度という方向に向かっているということが言えると思いますね。ただ、香港にはもう今まで何度も暴動が起きたりしているのを見ても分かる通りですね、この中国の圧力というものに対する抵抗というものが相当強くてですね、この前地方の議員選挙というのがあったんですが、まあ、中国政府支持、中国支持という議員さんが7、8割だったんですけども、まあ、選挙の結果はですね、逆転しまして、まあ、7、8割がいわゆるその学生なんかを中心としたですね、民主勢力になって、中国支持勢力が、まあ、激減したと、まあ、そういうところもですね、中国政府はちゃんと見てまして、もうこれはやはりその法律をもってですね、中国からの法律でもってこれを取り締まっていく以外ないと、まあ、放置しとくとですね、それこそ、まあ、香港政府そのものがですね、転覆される危険すらあるという、まあ、中国政府の方の、まあ、判断、ですね。でこれで、そういうもとにですね、まあ、今回の、この香港安全保護、国家安全保護法というのがですね、出てきたわけですね。ただ、香港にはそういう民主勢力というものが今いるように、議員さんのですね、8割も民主勢力が占めるということですから、これを単にですね、中国本土からのこの法律で、全部縛ってしまって、そしてこの制覇できるかどうか、きっと行政がですね、行政にこの中国の今度の香港法がですね、行政で生かされて、中国が思うようになるかどうかということになるとですね、ちょっと難しいと思いますね。まあ、この法律が制定した昨日でも香港で大きなデモが、まあ、中国政府は法のもとにですね、何百人と逮捕したりですね、いろいろぶつかり合いがあるわけですけども、中国の方はもう常にですね、いろいろ情報を収集して、インターネットその他からですね、情報を収集して、そして学生その他の民主勢力の動きを徹底的にですね、まあ、サーベイランスというんですが、徹底的に調べ上げてですね、事前にこの動きを封じるというようなことをですね、まあ、続けてますけども、まあ、ある程度はですね、抑えられるでしょうけども、最終的にはやっぱり、この香港、まあ、基本法というイギリスが与えた、まあ、自由民主主義的制度というものを、これはやっぱり大半の香港の人は、まあ、望んでるわけですから、まあ、これからさらにいろいろ香港と中国政府との対立がこう進んでいくということになると思いますね。
増田先生ありがとうございます。